い、どうも新宿109の健三です。本日なんですけども、1月の、これ今日2月です。2月の5日なんですけども、本日も煉獄和明の仲間の五条悟っていう人物がですね、うるさいなぁ、ちょっと、はい、どうも新宿109の健三です。本日なんですけども、2月5日になります。2月5日なんですけども、本日も煉獄和明の仲間の五条悟ってやつが新宿南口で恋をやると予告してました。ツイッター見てもらったら分かるんですけども、まあ、百鬼夜行とかね、呪術廻戦の言葉なぞれてアニメが人気だから、それに便乗して自分の売名行為につなげようっていうね、魂胆でやってるのかと思いますけども、まあ、彼は、ね、濃厚接触者なんですよ。コロナはただの風邪とかも言ってる人もいますけども、俺たちはただの風邪もかかりたくない。だってかからなくていいものはかからなくていいじゃないですか。なのにね、ですね、ノーマスクで電車に乗ろうとするというところで、今回も僕が新宿の治安を良くするために電車に乗る行為をね、食い止める活動をしていきたいと思います。本日なんですけども、五条悟龍がなんか主催でやるみたいなんですけど、煉獄和明も来るみたいなんですよ。で、煉獄和明が前回のその山手線で逮捕されたんですよ。公務執行妨害で逮捕されたみたいなんですけど、まあそれで1回ちょっと留置所入ってたのかな、2日ぐらい交流してたみたいなんで、まあ、その出所祝いということで、本日はその出所祝いも兼ねてちょっと突撃しようかなと思います。いろいろちょっと装備持ってきましたので、お楽しみにしてください。それでは行ってみましょう。レッツショーティー。これどうやって、車道に飛ばないように気をつけないとですね、別の犯罪起こしちゃうから、これやっちゃうと。ガチでそうですよ、はい、来ました。煉獄和明来ました。誰だけじゃん、あの〇〇じゃん、この〇〇が丸から合流とかじゃないですか。一発でなんか視界的にして出所おめでとうとか、すいません、出所祝いおめでとう。今日乗らせないよ。
山手線乗りますよ。乗らせないですよ。乗ります、乗りますよ。僕も一緒に乗ろう。楽しいよ。え、今日全然いないじゃん。いないね。もっと呼んでくださいよ。来週やべる。いいね。来週ですか。ヤマトキューのデモがあるから。あとコラボする。ヤマトキューって言うんですか。ヤマトキュー。で、ヤマトキューも新宿だから。新宿でデモだから。何人ぐらい来るんですか。ヤマトキューは300人ぐらい来るみたい。来週新宿やろうかな。新宿で。今日はなんかあれイベントをやるんですか。100個。新宿の、新宿駅から山手線ノーマスクで山手線一周100個。それだけ。車内でメガホンで怒鳴るとか全然やらない。やらない。もう黙って乗ってるだけ。黙って乗ってるだけ。基本黙って乗ってる。なんでこういうこと始めようと思ったんですか。いや、目指したかった。目指したかった。それだけですか。いや、あと科学の活動。マスクが嫌い？そういうのを、がなんか、どうのこうのっていう陰謀論？いや、陰謀論は、いや、陰謀論じゃなくて。じゃなくて？あの、マスク展開をしたい。いや、だから俺コロナを、俺呪いだと思ってて、あの、呪いは、あの、抑えれば抑えるほど強大さが増すから。なんかそこキャラ設定守ってない。恐怖心を解き放つためには、あの、そのマスク、あの、恐怖心の形の表れである、まあ、マスクを展開してる。ノーマスクにして、もうコロナを払うって。呪術廻戦のネタで滑るのやめてもらっていいですか。でも、あの、強制しない。え、でも迷惑ですよ。濃厚接触者だよね。いや、違う。あれデマなんだよ。本当にマジでデマなんだよ。PCR 検査しました。 PCR 検査は、あれはね、インチキ検査。厚労省も一応、あの、は、あの、風邪の一種だって一回認めちゃってるから、多分これはただのことだと。じゃあコロナはただの風邪ってことですか。俺はもう、いや、でも俺たちはただの風邪のことかかりたくない。今何歳。21歳。君たち何年生。21歳。今年で。そのコスプレし始めて何かありました。ありますね。出会いがめっちゃありました。まくりました。モテまくった、出会いが特にあったかなと。出身はどこなんですか。出身、まあ一応東北出身。煉獄さん、この前タバコ吸ってましたよね、電車の中で。まあ、ありがとうございます。おい。ダメだろ。いや、吸わなくて口加えただけ。あ、そうなんですか。でも黒く見ました、先端。赤さじゃないの。ね、赤さ。赤座は今日やめた。の前の最初やっぱ赤座やってほしい。赤座。いや、もっと人呼んでくれたりですよ。ただ土下座してるから。土下座するわ。今回全然ギャラリー集まってません。ちょこっとなんかジロジロ見られるぐらいで。一応でも JR の職員ですもん。いますね。全然おいしい。今ニートってこと。今フリーター。ニートってことでしょ。ちょっと格好つけないでもらって。え、じゃあどうやって生活してるんですか。お金か。フリーターだから普通にあれだよ。保険とか行きたいとき普通に行って、あとはキャッシュ収益、配信者もやってて、そういうキャッシュ収益。でも保険先行ってマスク着用しなきゃいけないときってあるじゃないですか。仕事では金もらうから仕方なく。あ、マスクしてる。はい、プライベートはでも終わったら新事実マスクしてる。めっちゃいいやん。会社だけ。こいつめっちゃいいやん。会社だけ金もらうから。え、会社に見張しないですか。見張しない。おー、何の仕事なんですか。工場。まあなんかいろいろ。まあ充実してきた。特急充実してきた。一人暮らし。だから女の子。いつでも来たね。今日なんか荷物持ってきたんですか。今日荷物ちょっと荷物チェックどうすか。荷物チェック全然いいよ。お、荷物チェック全然いいよ。スピーカーでしょ、酒でしょ、ケースでしょ。これ何も入ってない。これ何。あ、これ財布入ってる。財布だけ。
なんです。あれだっけ、ほぼ手ぶらみたいな感じなんだ。そう、そうそう、本当にあの丸腰で行くって宣言したから、ほんと丸腰で来たんだよ。あの五条さんって武器持たなくても武器あるから。煉獄さん、すいません、1個健三さんがあの祝福してくれたじゃないですか今日、うん、あの出所祝い、それについてどう思いますか。いや、ありがたいです、本当ありがとうございます。ありがとうございます。何日間拘留されたんですか。3日ですよ。多分48とか言ってるけど、どっちかわかんないですよ。48か71か、ロンパチじゃないですか普通だと。あ、多分そうなんです。何してたんですか中で。なんか小説読んでました。小説は何してる。小説、なんか東の帝国が読んでました。なんか忘れたけど、中央港で降りて新宿向かって、ここで警察、まあ尾行してるんですよ警察が。あ、そうなんだ。で、公務執行妨害ってどんなことしたんですか。なんかちょっと手払ったとかしたんですよ。え、それで逮捕すか。そうそう、まあどんな逆らい方かは分からんけど、これいつまで続けるんですか。まあしばらくは続けようと思います。株トレーダーってことなんですけど、結構前からやってるんですか株は。勝ちトレーダーですか。まあ負けてるんですよ勝ちトレーダーは。今買ってる銘柄とかはおすすめの銘柄。いや、ないですよそんなの。日本株はない。ファイザーの株買ってないですか。ファイザーアメリカなんで。え、じゃあ今どういう生活してるんですか。一応食べるんですよ、なんとかやってる。会社員ですか。あの、一応、いつから東京に来てるんですか。いや、東京はまあまあ結構長いですよ。まだ来たばっかとか人に言ってるけど、結構行ったり来たりしてて、結構いるんですよ、10年以上は。でもこの活動始めたのが本当去年の11月の目立つことやりたいな。今まで逮捕歴とかは。ありますよ、全然。何で逮捕されたんですか。ルシーとかっす。やば。いや、でもしっかりついてるの大丈夫ですよ。マジっすよ。何でしょ、ルシー。何があったんですか。したんですよ。闇深。何の恨みがあったんですか。それはなんか職場、なんか上司。上司。そういうストレスとかね。そうですね。上司に。怖っ。煉獄さんそんなことしないですか。で、それはもう、なんか、反省してるんですか、ちゃんと。反省しますよ。でも、これ流れたら、またなんか、噂立ちます。いや、でも今、ツイッターでも俺で、書いてるんですよ。全科目とか、全人科目。それぐらいはもう、書くものがいいと思います。そうそう。今は、犯行のやつも嫌われてるし、はいはい、最近嫌われだしてるから。じゃあ、いろんな方面から嫌われてるじゃないですか。まあ、それも、そういうのもありかなと思うんですよ。多方面から嫌われるの。来週はちょっともっと当てようかな。僕、まあ、ツイッターの反響具合でちょっと言ってます。今日はまあこんなものかなと思ってますよ。あ、そうなんですか。もっと少ないかなと思ってます。よし、じゃあ帰りますか。帰るんすか。皆さん、さようなら。ということで、ちょっと向こうで撮影しましょう。はい、ということでかなりしけてました。でもまあ、まあ、まあ最初ちょっと出所祝いということでまあいろいろしたんですけど、その後ね、これでちょっと前より面白くねえなと思ってインタビューに切り替えました。インタビューさせていただいて、まあどんなやつなのかなと、まあ、話せば普通の人だなって、まあ人間だなっていう感じですね。ぶっちゃけ見届けはしなかったんですけど、もうめんどくさかったんで。もうちょっと違うね、目立ち方みたいなのをしたらいいかなと思いますね、ぶっちゃけ。あ、多分人の反感買ってちょっとあの炎上商法といいますか、そういう感じでちょっとやってるんで、まあ僕もねいろいろちょっと騒いだり今までの活動でまんましてるんで、まあ、迷惑かけるなんていうことも言える立場ではないんですけど、悪意を持ってやるのか、大義名分ってところがやっぱ大事ですかね。大義名分がなければ自分がどんだけ正義だと思ってても共感は得られないと思うんで。ということで、とりあえず今回突撃してきたわけですけども、次回もまたなんか大和 Q と煉獄和明らが一緒になってなんかデモ一緒にやるみたいなんで、どうしようかな。ちょっとツイッターの反響次第で向かって撮影したいと思います。はい、それ今回はすいませんでした。